中ではもうバスが本当に便利だと思います。はい、なくては困ります。子供が歩けなかったりする距離の時とかはよく乗ったりして使ってます。大阪、東京、いろいろ整理都市含めて、まあ、転勤族なんですけど、まあこれぐらいバスが発達してるところってないんじゃないですかね。県内で1日およそ1400台走る西鉄バス、引退したバスが迎えるその運命とは。やってきたのは行き先表示のない西鉄バス。どうやらここは工場のようですが、このバスをどうされるんですかね。普段乗ってるバスが壊されていく。あ、こんな簡単に割れるというか。ちょっとかわいそうじゃないですか。福岡県民の欠かせない足として大勢の乗客を運んできた西鉄バス。走り続けておよそ20年、最後の終点に到着します。寿命を迎える走行距離は100万キロ以上で、地球の外周およそ25周して役目を終えます。あれだけお世話になって頑丈で、もう雨風にもびくともしないバスがですね、こんな簡単に壊れていくんだと。最後のなんかもうとどめというか、あーもう割れそうです。あー割れた、真っ二つになりました。時間にして6、7分ですか。はー、これ作業されてる方どんな感情なんでしょうか。もう仕事ですから。はあ。うわあ。なんか普段乗ってるバスがこうもなるかと。なんかよく座ってるんですよ、この辺りに。ああ、そうなんです。はい。後ろの方が落ち着くんで、ひょっとしたら私が乗ったバスかもしれないですもんね。ああ、そうですね。バスの車体って12メーター、13メーターあるんで、はい、後工程であとまた破砕をするんですけど、その時に二分割した方のが作業がしやすいんで、あ、そういう形で今ここでやってます。2つに分けられた車体はここからさらに細かく分解していきます。死に絶えたかのように見える老朽化したバス、しかしここから活劇が始まります。ここから我が社の腕の見せ所で15分で処理を行ってリサイクルをスタートします。ここで登場するのは巨大なシュレッダー。もうどん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 破壊されていくことによって細かく細かくなっていく。そしてリサイクル設備のコントロール室へ。すいません、失礼します。おお、結構いろんなモニターを見ながら作業されてるんですね。そうですね、場所によって監視カメラを設置し、それを監視しながらの運転になります。動かしながら確認をしながらってことですか。はい。うわー、これ神経使いますね。巨大シュレッダーで粉砕されたバスのパーツはベルトコンベヤーでメインのシュレッダーへ、さらにより細かく分解されます。あー、西鉄、西鉄、西鉄。はあ、ベルトコンベヤー上がってきてから1分も経たないうちに
鉄くずへと変わっていっています。解体開始からおよそ40分、バスはここまで細かく分解されました。しかし大変なのはここから。分別作業に一番時間がかかるのです。およそ 60% は鉄に分別され、およそ 10% はアルミやステンレスの非鉄金属に、さらにバスの配線などもリサイクルします。うわすごい、本当綺麗。配線から銅だけを抜き出し再利用します。これは何ですか？これはですね、鉄とか非鉄関係を、取ったダストとしてこちらに落ちております。ダストってことはこれはさすがにリサイクルできないですよね？いやいや、うちはこれからまたリサイクルという形をさせていただきます。どう考えてもなんかもうできない感じに見えますけど、はい、そうでしょ、見た感じできないように見えるでしょ、はい、これがどっこいできちゃうんですよ。一見ゴミに見える分別された 30% のダストもミリ単位まで機械で選別します。バスを解体してからリサイクルするまで丸1日、選別された鉄などはメーカーに出荷され新たな製品に生まれ変わります。市民の足として1日1400台が稼働している西鉄バス、役目を終えた西鉄バスは余すことなく 100% リサイクルされるのです。鉄製品といった新たな素材に生まれ変わることで新しく福岡の街に貢献できたら私どもとしても嬉しいです。